ただいま、やっていきましょう。バディミッション、ボンドですね。やっていこう。さあ、何かが起こったとかですね。いや、本当にそうじゃない？集団が来てる。音がしたのは配膳室だよな。あ、扉が少し開いてる。本当にテロリストじゃないかな。飛行、配膳室の次が操縦室だったしな。そこを狙ってる。結構大きな音だったよな。覗いてみよう。いや、なんかそんな気がするけどな。おお、ムービー。深刻な BGM してる。チラリ。チララ。ルークです。どうも、ルークです。私、ルークです。あー、やっぱそういう感じか。何人 ?3 人、4人、4人か。まだ隠れてる可能性があるな。気をつけよう。何人いるかは分からない。どうした、ルーク。目に見えてるのは4人だ。2人とも、落ち着いて聞いてくれ。室内は銃を持った男たちに占拠されてる。ハイジャックだ。なるほどね。今回はハイジャックの話なんだ。バディミッション、ボンド。切りどころ間違ってんだよね、俺多分。これ、すぐこれが来ちゃうもんな。これで終わりなの？わ、切りどころ完全に間違った。ちょっと待って。おい、はい。エピソード。お互いの弱点。それだけ？それだけか。間違ったな。マジか。しかも S を取らなきゃダメなんだよね。どうしよう。どうしよう。1分で終わっちゃったって。じゃあちょっと、一旦ここで切ります。切った上で S 取ってきます。はい、じゃあ一旦ここで切ります。ごめんなさい、早速で。すいません。オレオは。はい、ということで S にしてきました。アストラチェーンと違って S にするのはすごく簡単なので楽ですね。ということで見ていきましょう。サイドエピソードか見たのかな。おえー、タクト、タクトか、つぶいら絆。え、ここでタクトが出るの？危うし忍者じゃん。ほい。え、タクトじゃない。ルークと木馬が出会う1ヶ月前、 MGA100 便100便忍者ジャンヒーローショーにてタクトが乗ってくんの。みんな、こんにちは。こんにちは、ココちゃん。子供のモブすごいちゃんと書いてんな。いろいろ裕福そうな子供のモブだな。元気がいいですね。お姉さん嬉しいな。さあ、今回はこの舞台で、この舞台でスカーレットライダーゼクスがヒーローショーをやってくれます。 CM 撮ってくれます。おおなるほど、西表仮面かな。何ですかあなたは。そこの女ちょっと来い。女性かなこれ。忍者ちゃーん。光あるところに闇あり。光あるところに闇あり。木馬ってなってる。映画の影には忍びあり。映画の影には忍びあり。エーリンあり。忍者ちゃん、ちょしっかりしてお姉さんを助けて。こうやってヒーローショーでいつも関わってるからこの人怒ってんだな。あ、オドレーちゃんだ。オドレーチュワーン。オドレーチュワーン。ちなみになんか選択肢回収してるときルークは25歳ということが判明しました。あと僕もはあれです、女性 CA 人気ワーストランキング1位だそうです。来ないで。なんでなんで。オーケー、忍者ちゃんを退治しちゃった。おい、段取りが違う。幼馴染とかだったりする。これココちゃんと僕もって幼馴染とかだったりする、もしかして。あいつとか言ってるもんな。忍者ちゃーん。お、え、僕？君じゃない、タクトだよ。タクト、上がってこいよタクト。政治に。うん。さあ僕。タクトじゃないのこれ。立ち上がれ忍者ちゃんって言ってくれるかな。きっと僕の声援で忍者ちゃんは復活するよ。うまいな、ココちゃんアドリブできるね。偉そうだな、このガキ。権力者のガキだな。こいつ弱いから無理。関係ねえだろ。頑張って。忍者ちゃーん。ヒ
るせえどんぐり。みんな静かに。この子はカマ危なちゃんの勇敢な仲間だ。嘘だ。じゃあそいつの名前言ってみてよ。おおガキ大将、さあどうする忍者ちゃん。仲間なら知ってんだろ忍者ちゃん。もちろんさ。この子はレオくん。レオ忍者ちゃんの忍者ちゃん。BGM いいな。どうかな、合ってそうな感じの名前だけど。え、レオだ。マジかよ、合ってんの。ほう、調べ上げてんのか。てなわけでレオくん手を貸してちょ。この忍者島で一緒に悪者たちをやっつけよう。立ち上がれって言ってんの。立ち上がっちゃったな、そういえば。うん、うーわー、強い強い。さすが忍者ちゃんとレオくん。ガクリガクリ、ありがとう忍者ちゃんとレオくん。みんな、お姉さんを救ってくれた二人に盛大な拍手を。レオくんすごいね。おお、これで二人の恋が芽生えた瞬間なのか。なるほどな、そういうことか。これから二人の壮大なラブストーリーが始まるんだな。あの日、あの時、忍者ちゃんの仲間だなんてよ。認められた、ガキ大将に。じゃあね、レオくん。あと、そのお友達も。今回だけは多めに見ますよ。お酒のことも、登場者名簿の盗み見も。盗み見のおかげじゃん。お酒はまああれだけど、殴ったの君でしょ、そして。登場者名簿？見てないよ、そんなの。ほう。え？だって、あの子の名前は名簿を見て知ったんじゃ。そういう風に呼ばれてるのを聞いてた。おじさんそんな悪いことしないよ。足の裏？足の裏だよ、足の裏。ほう。足の裏？靴に名前書いてあるのか。彼が持ってた忍者ジャンフィギュアの足の裏にレオって書いてあったんだ。どんだけだよ、すげえ名してんな。親が子供のフィギュアに名前を書くときって大抵足の裏に書くよね。あー、そうなの。フィギュア、俺フィギュアとか持ってなかったな、子供の頃。別に足の裏に書く、狭くない空間が、まあ、確かに目立たないようにっていう意味ではそこら辺か。あれだけの時間で見つけたんですか。ほんの少しだけ見直しました。ほんの少しだけね。なんだこれ、ランデブーあるのか、ここちゃんと。うんうん、じゃあ俺たちの関係も少し見直し修繕回復しようか。ここ、すわけないでしょ、調子に乗らない。しょんぼり。なんか忍者ちゃんの元気がない。頑張れ忍者ちゃん、俺たちがついてるぞ。声援ありがとう、おじさん。いや、忍者ちゃんは何度でも立ち上がるよ。待って、オドレージワーン。それだけかい、それだけかい。なんやねん、何やねん。カクタクトはどこ行った。紡いだ絆じゃねえよ、タクトどこ行った。え、これタクト、え、どういうこと。タクトなの、忍者ちゃんってタクト。ちょっと待って、どういうこと。え、ここじゃないの。あ、なんか出てくるとこ間違ってない。え、ここここなの。よくわかんねえ、何これ何これ。何だったんだ今の。よくわかんねえ。はい、お互いの弱点。刑務所から脱出し、三神楽島へ向かう二人。路地にて飛び立つ前ね。なあアロン、具合でも悪いのか。やけに歩くのが遅いけど。飛び立つたくないでしょ、飛行機嫌いなんだもん。自分で提案しておきながら。いつも以上の威圧感、そして急に重くなった足取り。なんで。別に急ぐ必要ねえだろう。まあ僕たちが乗るのは朝の便だし、時間にはまだ余裕があるけど。つか間に合わなくったっていいじゃねえかよ、あんな乗り物。ん？飛行船に乗れなかったらどうやって三神楽島に行くんだ。船じゃ行けないのかな。他にもなんかあんだろう、電車とか。いや、まあ、どうだろう、海列車みたいに繋がってる。島国に行くのに陸路か。うるせえな。じゃあ船だよ船。うん、そっちの方がなんかあるかなと思ったんだけど。船じゃ相当時間がかかるぞ、やっぱり空路が一番。クソが。もういい、黙って歩け。ああ、あのチケットは
空路でも水路でも両方ともいけるチケットなの。そんなチケットある。さて、搭乗手続きの開始まであと少し。アーロンの様子はというと、と、すっかり獣だな。窓の前に立ったままずっと猛獣よろしくうなってるんだよな。警備員に声かけられない。大丈夫？なあアーロン、飛行船を威嚇したって勝ち目はないぞ。なんちゃって。さっきからなんとなく気づいてはいたけど、アーロン、もしかして君飛行船に乗るのが怖いとか？これは図星の反応だ。お、鍵爪なんか出してどうするつもり？え、飛行船破壊すんの？てかお前捕まるだろもう普通にそれ。いえ？え？いえよ。お前の弱点も。ああ、そういう感じですか。え？3秒やる。言わねえとどうなるかわかるよな。俺の弱点は綺麗なお姉さんだ。3秒？そんなパッと出てこないって。3、なんだ僕の弱点。2、すごいな、自分の弱点が出てこないっつって。完璧だ俺は。それだ。それはむちゃくちゃ苦手だよ。時間制限？なんだよそれって。ガラスにカギ爪が擦れる。ああ、なるほど、黒板キーってやるやつね。あれは誰も苦手か。俺ね、石と石がね擦れる音苦手なんだよね。ゴリゴリっていう音、鳥肌がすごい立っちゃってさ、全然ダメだからね。なんか陶器製というか石製というかゴリゴリ有形の皿とスプーンとかそういう組み合わせガチで嫌なんだよね。黒板を引っかく音とかナイフと皿が擦れる音とかそういうの大の苦手なんだ。わかるかな、俺のその苦手なやつ。分かってくれる人いるかな、そういう人いるのかな。俺すごい苦手なんだよね、なぜか知らんけど。へえ。悪い笑みだぞ、教えてはいけないことを教えてしまった気が。嘘つけないあたりがルークだな。悪くねえ反応だな。今後アーロンの弱点を見つけても絶対口に出さないようにしよう。うん、そういうことね。そういう一幕があったわけね。なるほどね。はい、じゃあやっていきましょうか。本編ですね。はい、エストタンね、はい、これ他ないよね。 OK、 ここはミッション4に4のある場所をの操作を2人で成功。 S と A 以上、まあ、S を取れというのはいいとして2人で潜入してクリア。あー、なんかあるんだね。はい、ミッション4、ナンパ船上のランデブー。ランデブー、ランデブーだってた。結構早かったな消えるのが。アーロン、モクマさん、落ち着いて聞いてくれ。うん、室内は銃を持った男たちに占拠されてる。ハイジャックされたとこからですね。ハイジャックだ。MGA129B 2階配膳室前、客が一斉に消えたけど。ハイジャック？ぜ、これだから空飛ぶ鉄くずは。ほら、とっとと配膳室に勝ち込むぞ。待ってくれ、テロリストたちはまだこっちに気づいてない。この利点をどう生かすかだな。室内の状況をちゃんと確認すべきだと思う。そうだね、中を見たら突入して大丈夫か判断できるかも。腰の重い奴らだな。敵をぶっ飛ばせば済む話だろうに。集中しよう。
配膳室の状況を把握しよう。オッケー。これさっきの人か。これさっきの人だね。CA3 人が人質になっている。あの人はさっきの。うん。間違った判断はこの人たちの命に関わるぞ。そうだな。しかもパイロットの、ま、実質的恋人候補みたいなところがあるから、好きな人だから、それが知られると余計に厄介だな。ポスター、クルージュース、イチゴとトマトの絵が描かれているな。トマト×ついてるよ。なんでトマトの絵には×が描かれているんだろう。どういうこと。何にしても今こんなものを気にしている場合じゃない。え、でもなんか選択肢に出てきた時点でなんかあるんだろうな。ポスターだけ、犯人たちはなんかある。銃か。はい。テロリストは銃を構えている。僕の銃は手荷物検査で預けてしまった。ああ、預けりゃいいってもんなのそれ。アーロンも木馬さんも同じく丸腰のはずだ。あ、そっか、アーロン今回鍵詰めないのか。戦力半減以下になってんだ。なんかピッピやってんな。無線機に向かって話している。仲間がいるな。離れた場所に仲間がいるのか。これは厄介。今突入すべきか判断できるだけの情報は揃ったと思う。これは突入しない方がいいでしょ。仲間いるんじゃどうしようもないでしょ今現状。これだけ、他はないの。ジュースがなんだ。ポスターが一体何なんだろう。まあいいや。アーロン、それに木馬さん、室内の状況から見て今僕たちが取るべき行動は。仲間を見つけることかな。突入だ。様子見だ。様子見だね。今は危険すぎる。今はこのまま様子を見るしかない。ふざけんなよてめえ。俺のむしゃくしゃはどこで発散すんだ。いや、そういう問題じゃねえ。いや、それはなんとか自分でなだめてもらって。とにかく中の人質を危険にさらすわけにはいかない。機内の他の場所にもテロリストの仲間がいそうだ。連絡されれば被害が拡大する。うん。じゃあどうすんだ。オッケーオッケー。まさかこのままボケット見てるんじゃねえだろうな。歯がゆいけど今はそうするしかない。状況を打開するには敵を知る必要がありそうだね。うん。通信が来た。ボスのお言葉を聞け。細身のテロリスト。YO! YO! 違う。この飛行船はハスマリー解放戦線が制圧した。操縦室はすでに手の内にある。うん、ハスマリーか。ハスマリー解放戦線操縦室が。嘘。あ、後ろ入ってったの。我々の要求はただ一つ、ハスマリー公国への亡命である。この飛行船は今よりハスマリー公国に向かう。要求が通らない場合、この飛行船を爆破する。うん。なんだって。別に飛行船乗っ取らなくても普通に正規ルートで入りゃいいと思うんだけど、なんで乗っ取るの。操縦室のドアにも爆弾を仕掛けた。そちら側から開ければ爆発する。おかしなことは考えないように。うん。なんか俺見逃してる。亡命か。あー、じゃあ正規ルートで抜けられない人たちなのか。ほー、抜けてるけど。地上との通信は遮断済みだ。君たちは我々の要求を聞くしかない。死にたくなければな。ハスマリー公国って確かアーロンの故郷。うん。あそこは法も秩序もガタガタだ。亡命先にはもってこいだろう。ああ、なるほどね。法が合ってないようなものなんか。 CA 諸君、今より機長の言葉を聞かせる。拝聴したまえ。機長のチャックだ。私は彼らの要求を飲み航路を変更した。うん、安全を考えてか。 CA たちは皆乗客の安全を最優先に、決して騒ぎを起こさぬよう。うん、まあそうだね。好きな人がいるのも含んではいるとは思うけど、まあ機長としての判断だよねこれは。チャック機長。うん。だがテロリストの諸君、一つだけ、一つだけ言わせてほしい。このまま進めば我らは領空を侵犯し、
ハスマリー空軍に撃墜される恐れがある。ああ、そっかそっか、そういうのがあるか。どうか通信妨害を解除し、ハスマリー広告と交信だけでも。そうだね、状況を伝えないと撃ち落とされちゃうよね。それはできない。外部と連絡を取られてはいろいろとまずいからな。飛行船が撃墜されれば君たちの身も危ないのだぞ。我らはハスマリー領空に入った瞬間パラシュートで脱出。いや、それも落とされるだ。何の危険もない。パラシュートも落とされるだろ、そんなの。そんな、乗客はどうなる。頼む、一言でいい、交信を。あまり。てかパイロット機長を殴ってお前気絶させたら、ジャック、それはそれでもう落ちないか、すぐに。生命は以上だ。要求が満たされることを祈る。君たちのために。これは CA のみの通信だよね。今はお客さんはまだ知らない。待って、女、動くな。だから、いい、お願い、このドアを開けて、あの人に会わせて。これはまずいか、突入しないと。まずいな。ねえ、操縦室のドアには確か爆弾が。彼女が危険だ、入ろう。入らざる得ないな。お願い、ジャック機長、返事をして。は、撃たれた。ちょっと待った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 、選択肢間違った。入り込むべきやったわけ、さっき。なんてことを。様子見てる場合じゃなかったのか。バカかてめえ、殺すことはねえだろ。バカてめえの方だ。この扉をデタラメに開けられちゃ俺たち全員あの世行きじゃねえか。チェリー、とにかく派手にぶっ放したんだ。客席にも聞こえたかもしれないぞ。いいじゃねえか。こうなったら客にも恐怖を味わってもらう。もともと気に入らなかったんだ、リゾートだのショーだのと浮かれてやがるクソども。だが1階のステージじゃまだショーをやってやがるんだ。音響やら客の移動やら厄介だぜ。1階はショーが終わってからでいい。まずは2階の制圧だ。行くぞ、準備しろ。死んだ。部屋から出てくるぞ。扉を押さえろ。やつらの話じゃ1階はまだしばらく不可侵のはずだ。アーロン抑えてられないわな。こんなん。こらえてくれ。また僕と手錠でつなぐぞ。クソ犬が。僕はさ、あなたも早く。行く行く、ありがとう。これ怒ってるだろうな、木馬は。姫様、代わってあげられたらよかった。マジで言ってるこれ。君の忍者に命令したいことはない。叶えるから心配ない。安らかに。ちょっと待って。やり直していい。選択肢変えてみていい。ちょっと。あ、かわいい。いや、かわいいじゃねえよ。おばあさん、見ておくれ。桃太郎、ヤシ太郎。ヤシの木を切ったら、中から玉のような赤ん坊が。あれ、なんとかわいらしい。カグラ姫と名付けて、大切に育てましょう。着物着たまま生まれてきたの。頭にヤシの見つけて、カグラ姫。おじいさん、おばあちゃん。私、大人になったら超絶美人になるけど、この国の男にはなびかないわ。だって私スーツ派なの。ネクタイがない男は男じゃないわ。あー、そうですか。なんだろうなこれ。俺やっぱり女性スタッフが作ってないかこのゲーム。そんな気がするんだけど。乙女芸衆が有名だよな。飛行船の中で見られるとは思わなかった。ねえ、もっと近くで見たい。前のスタンディングエリアに行こう。立ち見席。1階は平和そのものだ。だけどこのショーが終わればここにも敵が降りてくる。ショーを終わらせない。な、細けえことどうでもいいんだよ。敵はこの鉄の塊をぶっ壊すつもりなんだろうが。それはちょっと違わないか。亡命先の領空に入ってしまえば飛行船は撃墜されるかもしれない。うん。なんとかして操縦室にいるテロリストのボスを確保しないと。
おい、シエさん、こっちこっち。ん？あ、違う人か。くそ、さっきの人じゃないのか。治療したのかと思った。くそ。はい、じゃあ一旦ここで休憩します。ちょっと、ショックなことがあってさ。あ、進んじゃった。着付けの焼酎もらえる？うん。ちょっとやり直したいな。くそ。ちょっと、あの人はやり直したい。なんか、スキップついちゃった。ちょっと待って。はい。ありがとうございました。ありがとうねー。